はい、どうも、しおみです。本日、2月の26日ですね。2月もあっという間に終わろうとしてますが、今ここはですね、心斎橋と本町の間ぐらいのところの、オフィス街ですね。ここからですね、小波空港、鳥取県の小波空港までですね、レンタカーの改装が廃止、出ますんで、それをですね、動画にしていこうかと思っております。大阪からですね、大阪から弁天町から43号線で神戸抜けて、須磨から第二神明に乗ってバイパス抜けてですね、加古川バイパスと姫路バイパス抜けて海藻行きたいと思っております。それでは行ってまいります。ピシュー。中央大通りを走ってきてですね、今43号線に合流しようかと思っております。こんな感じですね今。はい、43号線に合流しました。今からひたすらしばらくは西に向かって走っていきたいと思ってます。はい、時間かかってますけど、43号線を西に向かって走っております。割とね、時間かかりますね。平日ですし、割と渋滞しております。まだ神戸あたりですね。はい、どん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 、西に向かって進んでいきたいと思っております。はい、ですね、やっと三宮に入りました。今からバイパスでやっと抜けれそうかなと思ってます。信号待ちに引っかかりちゃいましたね。じゃあまたビデオ回します。はい、出発します。このバイパス実は結構好きなんですよね。いい感じですよね。ポートピア、神戸タワーとかがね見えるバイパスです。どんどん行きます。はい、姫路の方に向かって行きますよ。やっとなんか気分が渋滞から逃れて、気分がすっきりしながらですね、運転できそうな、そんな感じでございます。はい、この辺から綺麗ですね。神戸らしいっていう感じですよね。この辺ホテル大倉が見えてきました。左から合流してですね、もうちょっと行くとですね、神戸タワーとか見えてきます。はい、神戸タワーです。はい、メリケンパークですね。写真写るかな、写真じゃないな、動画ですね。動画写るかな。いいですね、この辺なんか神戸らしくって、やっほー。そういえばなんか天気も晴れてきましたね。今まで曇っていたのに、まあ、そんな感じでですね、今西に向かってですね、どん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 走っております。行き先は今回は、湖南空港ですね。鳥取ですね、鳥取県鳥取市の方に、向かっております。それでは、わー、なんかいい天気になってきた。海は実は綺麗ですね、キラキラしてて。すいません、カメラ向けることはちょっとできませんけど、海が綺麗な感じです。はい、今2号線からちょっと外れてですね、第二神明の須磨のインターチェンジというかに向かっております。須磨から第二神明にですね乗ろうと思っております。ちなみに今、11時30分出発してからそうですね2時間ぐらい経ってますが、平均車速23キロ、全然ですね、まだ38キロぐらいしか走ってません。あと160キロぐらいは走らなくちゃいけないかな、もうちょっとかな、そんな感じでございます。でもまあこっからはほぼ高速みたいなもんなので早いかなとは思ってますが、
はい、どんどん行きたいと思ってます。今永田あたりですね。はい、はい、スマのですね、入り口に向かって進んでおります。なんか晴れてきましたね。気持ちよくなってきました。曲がれるんでしょうか、曲がれるんでしょうか。黄色になっちゃいました。まだ混んでそうですね。ここはね、混んでますよね。はい、踏切を越えるとですね、もうすぐ第二神明の妻の入り口になります。はい、乗ってすぐ料金所ですね。はい、通行所がいるんで、とりあえず行きます。ふう、ここから快適だと思ってます。はい、第二神明をずっとまだ西に走っております。もうすぐ料金所なんで、料金所を越えるとですね、このまま加古川バイパスおよび、姫路バイパスにつながっております。あと姫路までですね、30キロ切ってるかなっていう感じなので、まあ順調に流れておりますという感じです。はい、前半割と渋滞してちょっとイライラしましたが、後半というか今頃からですね、結構いい感じで進んでおります。それではまた動画続き撮っていきます。それでは、はい、ただいまですね、加古川バイパスを西に向けて走っております。もうすぐ加古川通過っていう形ですね。まだまだ西に向かって走ってます。東、ごめんなさい、姫路ぐらいまで行くとですね、そこから左陽に向けて下道行こうという感じです。とりあえずですね、しばらくはこんなバイパスを走ってるという感じだろうかと思います。それでは姫路で降りました。でですね、ちょっと左陽に向かっております。ちょっと今カーナビがうるさくってですね、中国語喋ってるんで、ちょっと今設定のし直しをしようとしてます。うるさいな君。ということで、今姫路市内でございます。はい、日本語に戻りました。はい、こちらは旧2号線ですね。旧2号線を若干ですかね、西に向かって進んでおります。ちょっと曇ってきましたね。いつも割と晴れてるんですが、曇っております。はい、2号線からですね、県道724号線というやつに入ろうと思ってます。まっすぐ、まあちょっと若干下道余分に走ったかなって感じですね。で曲がっていきます。いけるか、今回はいけそうです。はい、行きました。ちょっと姫路のとこら辺もまた研究して、およそ 500m 先、西夢崎台2丁目を左方向です。行かなくちゃいけないですね。はい、カーナビはちょっと無視しながら行きます。はい、街中抜けるとですね、割とこう田舎道になってきました。これぐらいでしたら結構早くに着くんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。竹林ですね、竹林の間を抜けるようなそんな道です。とりあえず山陽道のとこまで来ましたね。まっすぐ行きます。はい、さっきのところから、そうですね、住宅街になってるんですねこれ。県道から、じゃあの国道29号線っていうのに、表示が変わっております。ということでですね、道は変わってないと思いますけど、まっすぐ今左陽の方に向かって行っております。
今29号線です。はい、じゃあ続き動画撮っていきます。はい、聞き間違えたんで一回戻ることにしました。ということで今ちょっと南に向かっております。はい、戻ってきました。ちょっとだけロスしましたね。距離で 2,3 キロぐらいですかね。そんなもんで、済んだかなっていう感じです。じゃあですね、今また作用の方に向かっております。それでは、はい、作用に向かって走っておりますが、こっから179号線になるみたいですね。ということで作用まであと24キロと出ています。はい、はい、作用のですね、市内を抜けて373号線になってですね、はい、もうすぐですね、鳥取道の無料区間に入ります。はい、鳥取道を北上しております。あと鳥取まで15キロぐらいっていうところら辺まで来ております。なんかいい感じですね、本当にシュワッと切り取れますね。シュワッと、これ無料区間っていいですね、やっぱり。ということで、行きたいと思います。一応鳥取南で降りました。多分最終まで行って折り返した方が早かったり気がしますけど、まあいいですね。とりあえずということでもう一回乗りました。29号線ですね。ちょこっとだけ走って、9号線の方に合流します。はい、ということで、鳥取に到着しました。で、動画終了したいと思います。それでは皆さん、また一緒にドライブしましょう。ではでは。